にひび割れがあります。でもここは空洞で水は下に落ちていく二重構造ですから水が溜まることはありません。塗装もされていますから年式の割には見栄えがいいです。ガンネルの痛みも少なめ。1989年10月に浸水されていますから結構古いんですけどね。マリンエンジニアさん所有艇だけに安心して乗ることができます。年式総合に FRP の傷や欠け、ビス穴の跡なんかありますけどね、大きな問題のある箇所はありません。未使用品のアンカーロープ、法定備品は救命胴衣だけがありませんのでご用意ください。他は全てあります。ハンドレールもがっちり取り付けられてます。フラットなデッキなんですね。表面もがっちり、全然モコモコしてないし、さすがヤマハの船ですね。ハッチの上も全然 OK。こういうところの角がね割れてるっておっしゃってましたね。これもあの後ろ張り替えられてるみたい、ね、こっちはオリジナルのまんまで、こういうね痛みはありますけどね。こっちはほら補修してある、こっちもね補修してあります。こういう角のね欠け割れ、乗っても全然がっちり。ここはコーキングして塗装がされてるんですね。ここもね塗装がされてます。窓もねこうやってプラッとこうコーキングされてますよ、補修して。ここにソーラーパネル24ボルト、オーニングはこの位置で、釣り竿をまっすぐ立てても邪魔にならないサイズにされてます。がっちりしてる。クリートを作ったりしてがっちり作ってます。ここは普通に物入れ、ここからねシャフトがこう出ております。ここも普通に物入れですね。リアドア付きのコックピット、全体的に使用感はありますが特別な不具合はありませんでした。こんな感じでスルリンパ、ここはあスルリンパ、こっちは開かない、こっちが開くって感じね。今のアワーが7090時間、オーバーホールは6600時間でされていますから、オーバーホール後は約500時間の使用です。 JRC のレーダーだね、それとホンデックスの GPS 魚探。この椅子も、まあ、破れはありますけどね、全然使えるって感じ。あ、ここにインバーターがある。この下は何かあるんでしょう。シャフトが見えます。この辺もピシャッとしてあるもん。さすがエンジニアさんやね。ここにバルブがあって、あ、ここに燃料タンクがあるんですね。燃料タンクは約250リットル。さて、いすゞの自慢のエンジン、2022年にフルオーバーホールされています。その後は500時間の使用です。清水ポンプ、海水ポンプ、メタル、ピストン、リング、ライナー、オイルシール、バルブ、バルブガイド、バルブシート、ベアリング、消耗品は全部交換されたそうです。ターボは内部の清掃、噴射ポンプは問題なかったのでいじってないとのことです。
ドライブは浄化の旅にあえんギアオイルを交換されていたそうです。昔のことですけど2014年に一度下ろしてバラバラにしてフル整備した経験があるそうです。チルトシリンダーは2023年に新品交換されています。ヘルモーターとオルタネーターは新品交換、いろいろな部品代だけで140万円はかかったそうです。エンジニアさんだけにご自身でされていますから安く仕上がっていますけど、このレベルの一般的な費用は230万円以上かかるそうです。スピードは2800回転まで上げたら23ノットぐらいは出るそうですけど、 JCI の回転制限が2200回転までとなっております。その時が16ノットぐらいだそうです。ある程度人が乗っても、生けすを開けても速力があまり落ちることがないそうです。